はい、こんにちは、矢田部です。こんにちは、大石です。今日はボール奪った後の処理についてやろうと思います。で、ここ大きいゴール、じゃあ笹原さんキーパー入る？あ、入ります。キーパーなくてもいいんじゃない？大石さんの挙手来なければ。あ、俺の挙手かもしれない、今日は。珍しく俺の挙手が。あんま打ってないよね、俺ね。あんま打ってない。最近働いてないから働いてねえじゃねえかって言われてるから。ブーイング来てますね動けとここでまず1対1の状況でしょ。で、抜きにかかられた時に大石さんがこれ取ったと。取りました、どこ行きますか？こっち行くって。はいね、これってさ、まあ、ずっとやってたんでしょ、それで。ずっとやってました。結構焦ったりする場面なかった？やべえなって場面ない？まあ、相手が速い選手とか、うん、まあ、完全にさっき自分がボール取り切ってない状態でこっちは行くのは結構危ないっていうか。危ないよね。どういう状況だったら安全？もう自分が完全に体入れてて、うん、体が乗ってる状況で攻撃、うん、ああ、ここまで、まあ、ブロックが完全にできてればだよね。ただ走りながらだとどうよ。ここで並走しちゃった感じ、こうやってここってなったら確かにこっちの方がいいよね。で、ここなんだけど、最近の小学生で多いのが、まあ大石さんタイプなんだよな、今のな、まあ、ただね、一つね、ちゃんと伝えないといけないのは、普通のちびっ子と違って大石さんフィジカル王だからガタイいいですね。ガタイがいいんだよね。だからここでじゃあ行こうかね。ここで奪った後にみんな小学生やっちゃうの、もう一回ここで出会っちゃうわけよ。ここで、あ、こっち方向に向かっていくと大石さんも同じ方向向いてるじゃん。だからさっき焦ったことないって言ったんだけど、ほら追っかけて来やすくない？変なプレッシャーかけられて焦って変なパスミスしない？しなかった？する時もある。これやっぱするんだよなやってたってことだやらかしてるはずなんだよ、はい、細かいところだから。一番安全で典型的な例はどうするかっていうと、さっき、ね、大石さんやったけど、ここで体を入れた時に逆にこっちが入っちゃうんだよね。大石さんは走ってきた方向こっちでしょ。これをキュッとこっち側に入れ替わってあげると、次カウンターゴール見やすいじゃん、はい、でさらに大石さんがもしもこれが相手チームのエース、絶対的エース、おー、ね、じゃあユーザーさん出てきてよこのエースに従って普通であればね、絶対的エースをね、信頼して上がっていくわけじゃない、そっち側で真ん中中央上げろよって言ってあ、ね、こうやってるわけじゃん、一緒上がってるじゃん。でここで俺がピタッて取ったらエースをぶっ壊したら、ほら11人制だったら相手2人いないよね、9人だよね、はい、8人制だったら相手6人だよね、っていうことが起こりうるのよ、はい、だからこの足し算引き算の場面をいかに多く作るかっていった時に、さっきの、じゃあもう一回お願いしますね、エースやって、エースがもしエース取られたらエースブチ切れでこうやって追っかけてくるわけじゃんね。そうすると俺の作戦台無しでしょ。もう一回ユーザーさんにこれでパス出したんでしょ、エースからの。出ますね。でしょ、はい、だから簡単に言うとアウトサイドのターンがまず必須ですよって、はい、だからこの間やったじゃん、まず首から回るよってやつ。はいはい、やりましたね。覚えてるかな、はい、ここでちゃんと首が先で回るよっていう。でさらにここで肩も一緒なんだよね、肩から回っていくってね、この動きを、はい、アザールでやってるね、これね。やってましたね、これやったよね、はい、アザールいなかったのかな、まだいなかったはず、アザールは、はい、ね、ここで肩からね、まっすぐな形で入るとクイックに入る、はい、ね、だからここをもう一回じゃあエースに向かってやるわね、こうやってね、来た時にキュッと入る、もう二人置き去り、おね、そうしたらね、あとはボコボコにすればいいんですよ残り物をエースはここにいるんだから、エースそのナンバー2ここにいたら、はい、あとはね、残りカスでしょえ、違う、カスですね、カスで、カス、俺は言ってないよ、そうだ、カスとは言い切ってないよ聞いたんだよ今、はめたな徳丸さんが言ったんだよ今ね、俺は聞いたんだよね今ね、残りカスじゃないってひどいひどいやべえな。まあね、でもそういう場面もたくさんあるので、処理の後に困ってるってこと結構多いので、ぜひやってみてほしいと思います。ということでチャンネル登録お願いします。